外に何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。やっ、それでは確認させていただきますね。はい、リストにある任務は全て完了しています。旅人さん、パイモンさん、お疲れ様でした。連絡を受けてすぐに駆けつけていただきありがとうございます。あなたたちが来てくれていなければこれほど大量の依頼処理できていなかったでしょう。ひひ、お安い御用だぜ。でもこの2日間確かに忙しかったけど、ほとんど荷物の配達やキャラバンの護衛ばっかりだったな。人手が足りないって聞いたから、てっきり重要な任務だと勘違いしちゃったぞ。お二人ともベテランの冒険者ですから、確かにこういう依頼をお願いするのはもったいないですよね。ただモンドは毎年この時期になると似たような状況になるんです。え、どうしてだ？はい、そうです。今は穀物や果物の収穫時期であり、お酒で有名なモンドにとっては1年で最も重要な醸造の期間となります。農家は新鮮な農産物の販売を急ぎ、大手酒造業者は質の高い醸造の原料を買い付けます。なるほど。最近お酒に関する話題をよく耳にするのはそのせいだったのか。え、なんだと？本当か？ああ、代理団長がみんなを本部のホールにお呼びなんだ。早く行かないと間に合わないぞ。おい、待ってくれ。あのセピロス騎士の2人、だいぶ慌ててるみたいだな。よう、旅人にパイモンじゃないか。元気にしてたか？あ、ガイア、ちょうどよかった。なんでみんな騎士団の方に走って行ってるんだ？心配するな。お前らの手を必要とするようなことじゃない。実はさっき大団長から騎士団に手紙が届いてな。代理団長が本部にみんなを招集してその手紙を開封することになったんだ。なるほど、それなら安心。って、ちょっと待った。今、なんて言った？セピロス騎士団の大団長って、噂に聞くあの遠征の指揮を取ってるファルカ団長のことか？ガイア、その手紙には何が書いてあるんだ？遠征隊の状況はいつ戻ってくるんだ？おっと、まさか俺よりパイモンの方が大団長のことを気にしているとは。意外とおせっかいなんだな。よく耳にするけど会ったことがない人だし、気になるのも当たり前だろ。陳団長も騎士団の生きた伝説だっていつも言ってるから、オイラすっごく気になってたんだ。それに遠征隊がここを離れてかなり長いよな。それなのに具体的な動きを耳にしないし。代理団長の評価も随分と控えめだな。あの人は伝説と呼ばれるようになるまでの間、周りにかなり迷惑をかけてきたんだぜ。詳しくは時間がある時にでも話してやるよ。お前ら随分と興味があるようだし、せっかくの機会だ。一緒に騎士団に行ってその内容を聞いてみないか？栄誉騎士もだいぶ顔を出してないだろう。みんな寂しがってるぞ。うん、じゃあ行ってみようぜ。キャサリン、またな。はい、気をつけて行ってらっしゃい。それ
さて、どうやら人も揃ったみたいだな。あら、かわいこちゃんにバイモンちゃん、あなたたちも来てたのね。手紙のことを聞いたのかしら。ああ、さっき冒険者協会の近くでガイアに会って聞いたんだ。おお、ホールにこんなに人が集まってるところを見るのは初めてだな。なんだかオイラまで緊張してきたぞ。そう固くなるな。俺が知る限り、大団長が手紙なんかを書く暇があるってことは真面目な話じゃない可能性が高い。それに悪い知らせじゃないのも確かだ。ガイアは少し誇張しているけど、私も同意見だわ。何しろミカは感情を顔に出しちゃう子だからね。ほら、階段の手前、ジンの横に立っている子よ。彼は以前エウルアのタイで測量士をやっていたの。測量の才能に恵まれた実直な性格の子よ。遠征隊が出発する際、大団長にタイの石膏の要として任命されたの。今回の手紙も彼が持ち帰ったものね。全員揃ったようだな。みんな静かにしてくれ。これより大団長からの手紙を読む。ミカ、任せたぞ。はい、ジン団長。皆さんこんにちは。僕は遊撃小隊の測量士ミカ。これまで遠征隊と共に任務を遂行していました。ではファルカ大団長からの手紙を読ませていただきます。セピュロス騎士団の諸君、元気にしてるか。ファルカだ。まず最初に伝えたいのは、今のところ遠征隊は全員無事だということだ。安心してくれ。よかった。はあ、手汗でびしょびしょになってたよ。あの、続けていいでしょうか。ああ、続けてくれミカ。ということだから、こっからの内容はリラックスして聞いてくれたまえ。この手紙を焚き火の横で書いている今、俺と遠征隊はテイワットの北境に駐屯している。遠征の目的は過去に残された危険な秘密だと俺は言ったが、今もそれ以上のことは言えない。だが任務の進捗について心配無用だということだけは保証する。この2ヶ月の間、俺たちは思いがけない人物と出会った。ファデュイの執行官、隊長だ。え？隊長？ファデュイがモンドで好き放題暴れたことは知っている。だが結果から言えば、今回隊長は俺たちに牙を向けていない。かっこ、おそらく今回スネージナヤと俺たちは運命共同体にあるからだろう。かっこ閉じ。経歴や出身を見抜かれないよう、奴は仮面で全てを覆い隠していた。だが、奴は紛れもなく鋼鉄のような人物と言えよう。生身の人間でありながら、神々へ挑むことを恐れていなかった。やつならばクレイのクレヨンを使って遺跡守衛のあの目ん玉みたいなコアを突き刺すことができるだろうな。かっこ、お前らは試すなよ。かっこ閉じ。偵察兵によると、隊長は3日前命令を受けてナタへ向かったらしい。ようやくやつを警戒する必要がなくなって、俺らもぐっすり眠れそうだ。奴の行動が俺たちに少しばかり役立ったことは認める。だが、それを加味しても、奴はまだ俺たちに借りがあるのは確かだ。今頃モンドはブリーズブリュー祭を迎えているだろう。残念だが、今年もお前たちと祭りを楽しむことができそうにない。
遠征隊の奴らはモンドの酒とお前たちと共に過ごした日々をいつも恋しく思ってる。モンドの民と一緒に祭りを思う存分楽しめ。ついでに俺たちの分も飲んでおいてくれ。暁ワイナリーが毎年出すブリュー祭限定ワインをな。モンドにバルバトス様のご加護があらんことを。俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるように。ファルカ。追伸。隊長と俺どっちがすごいかというと、この俺に決まってる。隊長なんざ騎士団には10人もいるんだからな。はあ、はあ、はあ。手紙の内容は以上です。ありがとうございました。ミカ、ご苦労だった。ジン団長、その手紙の最後のページの裏にも何か書いてあるようです。追追信。紙が足りないからここに書いておくぜ。リサ、お前へのメッセージだ。あ、大団長からリサさんへのメッセージのようです。あら、私に？特別なメッセージのようだ。リサ、また後でゆっくり話そう。みな、大団長が言ったように数日後にブリュー祭が開催される。このタイミングで遠征隊から無事を知らせる便りが届いたのは幸運なことだろう。彼らはモンドに戻り、共に祭りを楽しむことはできない。だがブリュー祭は皆が楽しみにしている行事だ。離れた地で頑張る遠征隊のためにも、そして勤勉なモンドの人々のためにも、各自持ち場を守り職務に励んでほしい。もちろん休みの間は適度にリラックスしてくれ。久方ぶりの祭りを楽しんでほしい。今日の会合は以上だ。解散。ファデュイの隊長の話が出てくるなんて、オイラの聞き間違いじゃないよな。なんだか重大な事件の匂いがするぞ。でもファデュイのことなんか一旦忘れようぜ。それよりもブリュー祭ってただで飲み食いできるお祭りっぽくないか？もっと情報はないのか？可愛い子ちゃんたち、一緒にジンとお話ししない？さっきは人が多すぎて挨拶もできなかったでしょ。うん、そうだな。早速ジン団長のところに行こうぜ。来たか、リサ。大団長の手紙はそこのテーブルの上にある。旅人にパイモン、久しぶりだな。さっきは仕事でバタバタしていて挨拶もできずにすまない。もし時間があったら少しモンドで過ごしていったらどうだろうか。もうすぐモンドではブリュー祭が始まるんだ。ジンは数日前からあなたたちのことを話していたのよ。リサ。ゆっくりおしゃべりしててちょうだい。私は手紙を読んでくるわ。おう！モンドはオイラたちにとって旅の原点とも言える町だからな。大切な思い出もたくさんあるし。そうだ、ジン団長、ブリュー祭についてオイラたちあんまり詳しくないんだ。どんなお祭りなのか教えてくれないか？ああ、もちろん。ブリュー祭はバドルドー祭やウィンドブルーム祭と同じく古くからあるモンドの伝統的な祭りで、周期の重要な行事でもある。毎年秋になるとモンドには西風が吹き始める。これは収穫期に漂うお酒の香りが魅力的で、お酒を愛する風神を引き寄せるからだと言われている。どこにいようと、あの方はそよ風となって故郷に帰ることができるんだ。おお、まさに風神のイメージ通りだな。そのため
モンド人は西風をブリーズと呼び、ブリュー祭はバルバトス様を迎える祭りとして始まったという。かつてはこの時期になると、住民たちは新しくお酒を作り、翌年のブリュー祭のブリーズデーまで開けないようにしていた。人々が熟成したお酒を開けるということには、風神を招いて共に飲むという意味がある。風神がそのお酒の味を気に入れば、喜んでそよ風を呼び、尊い祝福を与えてくれるという言い伝えがあるんだ。あいつの性格からして、来年もみんな美味しいお酒が飲めますようにとかじゃないか？祝福の具体的な内容は、私もよくわからない。これらの言い伝えはあまりに古く、細かな内容は失われてしまっているんだ。時代を超えて語り継がれてきたものって、全く別の形になってたりするからな。例えば、モンド人は風の花はどの花なのかって議論したりするし。いわゆる民間伝承の一つね。ああ、本題に戻るが、ブリーズデーでは風神を祀るという風習が今でも残っている。そしてこの祭りもモンド人が収穫の喜びを分かち合い、美酒を味わう祝日になっているんだ。毎年この時期になると、異郷を旅しているモンド人が故郷に帰ってくる。モンドに帰ることができない人であれば、ブリュー祭の時期は最も故郷や家族が恋しくなるんだ。おお、だから大団長も手紙に、俺たちの思いも風に乗ってお前らの元へ帰れるようにって書いてたんだな。今年のイベントはセピロス教会と冒険者教会が協力して、清泉町郊外のシードル湖で一緒に祝うことになってる。そして期間中は伝統的なブリューフェアを開催するんだ。ブリューフェア？ああ、これはもともと酒造業者と農家がお酒の原料を取引するための市場だった。今では出来上がったお酒だけでなく、この時期にしか口にできないジュースやお菓子がたくさん並び、さらにはリユース品や手工芸品を人々が売っている。この機会に騎士団は町のお年寄りや子供たちのためにチャリティーショップを開くつもりだ。おお、なんだか面白そうだな。時間があれば散策してみるといい。欲しいものに出会えるかもしれない。ところでリサ、大団長からのメッセージは何だったんだ？ええ、私もちょうど相談しようと思っていたところよ。大団長にレザーの身分に関する仕事を依頼されたの。レザーは放浪寮の狼に育てられたって言ってたぞ。両親が誰なのか知らないし、あいつの話によると狼たちがルピカ、つまりあいつの家族なんだろう。私が知っている情報とほとんど同じね。でも大団長曰く、時計の右側にある3番目の棚の一番上に木箱が置いてあるらしいの。中には彼の両親が残したものが入っていて、そろそろ渡す時が来たとのことよ。つまり大団長はレザーの両親のことを知ってたんだな。ええ、そういうことになるわ。大団長とレザーの関係は単に放浪寮で出会って剣術を教えただけではなかったのね。よし、じゃあ早速レザーを探しに行こうぜ。実の親に関する情報ならあいつにとってきっと重要なことだろ。ええ、そうね。すべてお見通しなのね。さすが可愛い子ちゃん。これまで自分とは関係のなかった本当の両親、普通の子なら簡単に受け入れられる話ではないわ。ましてやレザーはずっと放浪寮で生活してきた。人間社会との関わりが少ない子よ。心の準備ができるかどうか。しかし大団長もきっとその点を考慮しているはずだ。もしかしたらレザーのことを考えた上でこのタイミングを選んだのかもしれない。それも一理あるわ。
可愛い子ちゃんたち、お願いがあるんだけど、レザーと話してきてくれないかしら。レザーは私のことを師匠として見ているから、悩みがあっても全てを打ち明けてはくれないの。あなたたちはレザーの信頼できる友人でしょ。こういったことなら私よりも話しやすいかもしれないわ。ええ、よろしく頼むわね。それからできればたくさん元気づけてあげて。あの子くらいの年頃はケアとサポートが最も大切だから。他に聞きたいことはあるか。ああ、手紙を送り届けてくれたミカのおかげだな。皆が無事であることこそが私にとって最大の励みになる。しかしファデュイの執行官隊長が現れるとは予想外だった。大団長の言葉遣いはいつも少し独特だが、あんなに人を高く評価したのは初めてだ。今後もし君たちが旅先でその隊長と遭遇したら、くれぐれも気をつけてくれ。こいつはただ者ではない。他に聞きたいことはあるか。ミカは手紙配達の任務が終わったら、遠征隊ではなくエウルアの遊撃小隊に復帰するようにと大団長に言われたらしい。測量士は通常行軍の戦闘部隊に配置され、未知の領域を探索する使命を背負っている。つまり今の遠征隊にかかっている負担は以前よりもかなり減っているということだろう。そういえばミカと話したことはあるか。知らない人の前ではいつも人形のように背筋を伸ばして固まってしまってな。もう少し自信を持ってくれればいいんだが。他に聞きたいことはあるか。安心してくれ、準備は着々と進んでいる。栄誉騎士である君に与える仕事は祭りを思う存分楽しめ。で、いいか、他に聞きたいことはあるか。ああ、武竜祭で楽しい時間を過ごしてくれ。教育、指導、これは教育者たる者の責任よ。あなたたちが戻ってくるまでにちゃんと準備しておくから、早く行ってあげて。可愛い子ちゃんたち、レザーのことは頼むわね。こんにちは。あなたはそのガイア隊長をお探しですか。僕のことは、え、嘘、どうしよう。あ、ガイア隊長、僕何を話せばいいんでしょう。遠征隊に長いこといたのに相変わらずだな。さっき流祭について俺に聞いただろう。今お前の目の前に立っているのがあの伝説の栄誉騎士だ。えへん。そしてオイラが伝説のパイモンだ。皆さんどうも。お強いのですね。僕感激しました。あのエウラ隊長に報告しないといけないので先に失礼します。言っちゃったぞ。残念、もっと遠征隊のことを聞きたかったのに。本当に残念だ。だが気にすることはない。あいつの目には町の話題の人物としてお前たちが映ってるんだからな。きっと時間が解決してくれるだろう。次に会う時は自然と仲良くなれるかもしれない。そうだ、ちょっとしたヒントをやろう。あいつとは野外での探索について話してみるといい。そうすれば信頼を得やすくなる。どうだ、
俺と一緒に来たおかげでなかなか楽しめただろう。みんなとブリュー祭を過ごすためにお前らもモンドに滞在するんだよな。思いっきり楽しんでいってくれ。レザーは普段放浪寮のあたりにいるよな。さっきの話を知ったらどんな反応をするんだろう。おい、見ろよ。清泉町の狩人たちが使ってそうな狩り用の罠があるぞ。お、何か見つけたのか？雷元素の痕跡。は、まさかレザーか？おかしいぞ。以前は狩人たちが活動するエリアを避けてたのに。とにかく痕跡をたどって探してみよう。よし、これで最後の罠も設置完了だ。レザー、ここまでついてきてくれてご苦労だった。平気、走るのは得意。ん？レザー、どうしたんだ？知ってる。匂い。遠くから帰ってきた。友達。あれ、ルラフも一緒にいる。もしかして一緒に狩りをしてたのか？ああ、ちょうど収穫期に入ったからな。イノシシがよく町やワイナリーのあたりで食べ物を探し回ってるんだ。農作物を踏んづけたりブドウ棚を倒したりするならまだマシなんだが、人を怪我させちまったら大変だからな。安全なエリアからイノシシを追い出すためにセピロス騎士団の人が俺たち狩人に声をかけてくれたんだ。茶色の猫おじさんとイノシシを捕まえてみんなを守る。おほ、レザーも随分成長したな。以前は狩人たちを避けてたのに。そう言うな。今回うまくいったのはレザーのおかげなんだ。こいつが狼に話を通してくれたことで、ここらで狩りをしている間戦闘を避けることができたんだからな。みんなとルピカの役に立てて嬉しい。でもたくさん話す必要があるから疲れる。おう、でもオイラたちレザーに伝えなきゃいけない大事なことがあってここまで来たんだ。ああ、俺知らない。レザーは本当の両親について知りたくないのか？知りたい。でも知りたくない。知りたいけど知りたくないってことか。複雑な心境だな。旅人、
さっき仕掛けた罠の調整に手を貸してくれないか。レザーには気持ちを整理する時間をやった方がいいだろう。いや、レザーの言葉を聞いてざっくりとだが予想がついてな。ここ最近俺たちはいつも一緒に狩りをしていた。あの子は口数が本当に少ない。だが一緒にいるうちに多少なりとも性格が分かってきたんだ。彼はきっと本当の両親に会いたいと思ってる。ただ未知なるものへの恐怖が全てを上回ってるんだろう。俺はこう見えても父親だ。子供については多少の心得がある。ディオナがまだ幼かった頃、狩りで俺の帰りが遅くなると、それから数日間は見捨てられるのを恐れて俺の行動の全てをじっと観察するなんてことがあった。つまりレザーも本当の親に捨てられたって言われるのが怖いのか。そうだ、それが一番重要な問題だと思う。もしそれが真実だったら、俺たちが何を言っても焼け石に水だ。そして他にも気になることがある。レザーは自分のペースで成長してる。すぐに消化できない悩みも多いとは思うが、確実に変化してる。それだけは間違いない。だが実の両親に関する情報を目の前に突きつけられた時、自分がどこから来てどこへ行くのか、そんな問題を短い期間で考えないといけなくなる。ジョラフはなんだか考え方がリサさんと似てるな。これが大人なのか。別の立場の人だと、確か神団長はこんなようなことを言ってたよな。人を信じて直感を信じるって。お前はどう思う？そうか、レザーにお前たちのような友達がいるのは心強い。おう、ラジャーたち。じゃあレザーを待たせないように早速実行しようぜ。レザー、どうだ、考えはまとまったか？まだ考えてる。心の中が変。ググプラムが刺さったみたい。ファルカ？背が高くてすごい人。よく笑う。まあ、信じる。俺に優しい。名前をつけてくれて、戦いを教えてくれた。大事な任務で出かけたけど、俺、会いたい。知ってるか？ファルカは手紙を書き終えたのに、わざわざレザーのことを裏に書いて、お前の両親のものを渡すようにリサさんに頼んだんだ。つまりそれがお前にとって特別な意味を持っているって考えたんだ。それにたとえ何があっても、旅人とオイラ、リサさん、それにお前の友達全員がレザーのそばにいるぞ。その通り。茶色の猫おじさんもお前を応援してるぞ。ああ、ありがとう。決めた。俺はお前たちと師匠のところに行く。そう来ないとな。先に行ってくれ。俺は手元の仕事をさっさと終わらせて帰るつもりだ。武流祭が始まる前に娘との時間をたっぷり過ごさないとな。おう、じゃあまた今度な。
師匠。俺、物を見に来た。あら、狼ちゃん。元気そうでよかったわ。もう二人から説明を受けたようね。さあ、この木箱がそうよ。さっき取ってきたばかりで、まだ開けてないの。もし決心がついたら、自分の手で開けてみて。うん。もうついてる。お、箱の中は、こまごまとしたものばっかだな。てっきり手紙とかそういうのがあるもんだと思ってたけど。まさか、時間が経ちすぎて、ファルカが他の木箱と勘違いしたのか？匂いがする。お、匂いって、何の匂いだ？ずっと昔、嗅いだことがある匂い。あの人たちの、匂い。人間の、パパとママの匂い。子供の頃に嗅いだ匂いを覚えているなんて、そんなことあるのね。さすがレザーの嗅覚。野生じみた感覚も、一種の才能なんだろうな。他にも手がかりがないか見てみようぜ。あれ、この毛糸のぬいぐるみ。なんだか歪んでるけど、手作りだよな。お？こっちは遺跡守衛のパーツっぽいぞ。おい、見ろよ。このボトル空じゃない。まだ半分以上お酒が残ってる。それに、紙が貼ってあるぞ。サウザンド、サウザンドウィンドブリュー。あら？そのボトルの中身、サウザンドウィンドブリューなの？師匠、知ってるのか？ええ、噂によると、サウザンドウィンドブリューは、モンド人が初めて習得した醸造法で作られたお酒よ。この名前の由来は、材料をたくさん入れるからという説と、家庭ごとに醸造した味が違うからという説があるの。様々な方法で醸造され、味をコントロールするのがとても難しいことを本で読んだ覚えがあるわ。でも、この特性は酒造業の立場からしたら扱いにくいものよ。それに、彼らは配合が安定しているお酒を商品として選ぶ傾向にあるわ。だから、市場や酒場でサウザンドウィンドブリューを見かけることはほとんどないの。狼ちゃん、これはあなたの両親が手作りしたお酒よ。つまり、きっと重要なものなんだよな。あ、そうだ！レザー、せっかく鼻がいいんだから、開けて匂いを嗅いでみたらどうだ？もしかしたら、何かわかるかもしれないぞ。わかった。あれ、すごく真剣に嗅いでるぞ。しかも、笑った？どう？甘くて、ひんやりしてて、ちょっと苦い。好き。いろんなものが入ってる。でも、本来の匂いとは少し違う。レザーですら違いがわからないのか？もう少し、嗅いでみる。いいのよ、レザー。自分を追い込む必要はないわ。うまくいかないときは、どうすればよかったかしら？違う方法を、試す。その通り。偉いわ。師匠の言葉をよく覚えてたわね。そろそろブリュー祭の時期よ。お酒に詳しい人がモンドに集まってくるから、きっと、サウザンドウィンドブリューの詳細を知っている人も現れるわ。そうか、その手があったな。開幕式はとても盛り上がるから、可愛い子ちゃんたちも見逃さないでね。レザーも一緒に会場に行って、
聞き込みをするといいわ。うん、たくさん聞いてみる。そばにいてやるから安心しろ。オイラたちは、お前がデュラフとオオカミたちの間を取り持ってくれたように架け橋になるぜ。わかった。じゃあ俺先に帰る。人間のパパとママのことルピカに教える。開幕式でまた会おうな。レザーが最初の一歩を踏み出したこと、師匠としてとても嬉しいわ。可愛い子ちゃんもレザーとあちこち行って疲れたでしょ。お茶を入れてあげるから一休みしない？それ。みんな待たせたな。今年のブリュー祭も無事に開幕できた。祭りの期間はモンドの住民の方々をはじめ、世界中から訪れた人々が美酒を分かち合い、収穫の喜びを満喫できることを願う。ブリーズデー当日は風神バルバトスの帰還を迎えるために灰揚げの儀を行う予定だ。風の導くままに。風の導くままに。レイザー、もう来てたのか。ああ、人がたくさん。さあこっそり人探しに行くぞ。人探し。うん、情報通でお酒好きな吟遊野郎を探すんだ。あいつなら何か知ってるかもしれないからな。やあ、旅人にパイモン。この素晴らしい祭りの時期なら君たちに必ず会えると思ってたよ。綺麗事ばっか言ってオイラ騙されないぞ。素晴らしい祭りとか言いつつ結局はお酒が目当てなんだろ。そんなこと言わないでよ。この祭りの魅力はそれだけじゃないんだから。あれれ、レザーじゃないか。最近調子はどうだい？まあまあ。お前に聞きたいことがある。そうそう、レザーはお前に聞きたいことがあるんだ。吟遊野郎、サウザンドウィンドブリューって知ってるか？おや、なんとも懐かしい名前だね。最後にその名前を聞いたのはいつだったかな。実はレザーの両親から木箱をもらったんだ。その中にはお酒が半分入ったボトルがあって、サウザンドウィンド
ブリューって書かれた紙が貼ってあった。古い製法で作られる歴史あるお酒らしいから、お前なら何か知ってるかもって思ったんだけど。いい匂い。でも何が入ってるかわからない。なるほど、サウザンドウィンドブリューの製法が知りたいんだね。なら僕に聞いて大正解だよ。僕はとある歌謡を知っている。その名も同じくサウザンドウィンドブリューって言うんだ。ブリーズデーまで取っておこうと思ってたけど、友達のためだからしょうがない。どうだい、今すぐ歌ってあげようか。歌謡よくわからない。でも聞きたい。悪くない返事だね。じゃあ始めるよ。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、美酒のボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。美酒はどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発酵させ美酒となったのか、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに、酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。拍手ありがとう。この歌謡はみんなの役に立ったかな。お酒と似てる。少し甘くて少しクラクラする。意味はわからない。レザーはともかく、オイラもよくわからなかったぞ。醸造のことを言ってるのは確かだけど、具体的な内容が全くないじゃないか。ぼんやりとしたロマン、これもモンドの歌謡の特徴だからね。醸造の材料に関係しそうなのは、探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風。何のことを言ってるのかさっぱり見えてこないぞ。おい、原油野郎、お前実は全部知ってるんだろ。ちょっとくらいヒントをくれよ。おっと、残念だけど僕は教鞭を取る厳しい先生じゃないからね。それに歌謡にない内容をでっち上げろと言われても無理な相談さ。香りの秘密を知るには自分たちの力に頼るしかないよ。自分の力に頼るって、オイラたちで醸造しろってことか。それに醸造したら何かわかるのかよ。おい原油野郎、嘘ついてないよな。長い付き合いなのに僕の誠意を信じてくれないの？すっごく悲しいよ。信じる。俺、試してみたい。自分でお酒を作って答えを探したい。お酒を作る方法が分かれば、パパとママのお酒に何が入ってるのかも分かる。ああ、その人たちのこと知りたい。レザーがこう言ってるし、原油野郎のことを信じよう。初めてのお酒作りだ。失敗したって別に恥ずかしくないぞ。安心して、自由にやればいいさ。思ったより難しくないから大丈夫。楽しく真摯な気持ちで取り組めば必ず期待通りの結果を得られるはずだよ。うん、歌謡
師匠に聞かせる。それから自分で考えてみる。うん、その意気だぜ。じゃあ2日後にまた会うってことでいいか。場所は同じくここにしよう。ああ覚えた。じゃあまた。話足りないと思ってたんだ。おや？じゃあもう一度あの部分を歌うね。これらを樽に封印し、焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで、ビシュのボトルをまずローで封じ、南風は心地よく、北風はたける。ビシュはどんな味か、モンドの名、自由の夢、何を発光させ美酒となったのか。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念はありし日のまま、歌いを掲げる旋風とともに。酸味ある雫は甘くなり、粗雑な樽は潤わん。焦らず待つのだ。風が吹き波が立つまで。モンドの祭りはどれも好きだけど、武流祭は特に気に入ってるんだ。西風が吹き終わると風神は眠りにつく。残りの冬は風神の管轄外の北風に委ねる。つまり冬眠前のごちそうなんだ。あの子のことならあまり心配する必要はないよ。旅の中で喜びや自由を見つけるのはモンド人が一番得意とするところだからね。君も自分だけの喜びを見つけ出してほしい。僕にとって君の気持ちはとても大事なものだから。じゃあまた。焦らずじっくりと答えを見つけてね。めったにない機会だし、じっくり見て回ろうぜ。てくれ、名高い栄誉騎士、そしてテイワットのガイドパイモン、どうか手を貸してくれないか。うわ、オイラをそうやって呼ぶやつが現れるなんて、とうとうオイラの称号も世間に広まり始めたんだな。待てよ、お前なんだか見覚えがあるような。そう、僕はセピロス騎士のベルンハルト。ヘルター隊長率いる後方支援部隊に属している。最低限の礼儀として、まずは君と十分な友好関係を築くべきだとは思ったんだが、
時間がなくて、この通り厚かましくお願いしに来た。今回のチャリティーショップを救うために手を貸してほしい。チャリティーショップ、確か陣団長が言ってたよな。何かトラブルでもあったのか？実はセピロス騎士団は武流祭期間中に出展を計画していて、厳しい環境で暮らす子供たちやお年寄りのために屋台の収益をチャリティー活動に使う予定なんだ。担当者は抽選で決まるんだが、たまたま僕が選ばれた。そこでチャリティーショップを成功させるためにいろんな人に相談に乗ってもらっていたんだ。ただ僕は普段倉庫での作業と運送の仕事ばかりやっていてね、何を売るかでさえ頭を悩ませていたのに、ましてやお店の経営なんて。だから君たちの手をぜひとも貸してほしいんだ。そうそう、そんなにかしこまらなくてもいいんだぜ。つまりモンドの子供とお年寄りのためにチャリティーショップをやるってことだよな。すっごく立派なことだと思うぞ。それにこいつは栄誉騎士だし、オイラも騎士団とは付き合いが長いからな。協力してやる。本当か？ありがとう。じゃあ早速手短に説明しよう。イベントが始まる前にまずはお店を運営するための基本資金となるブリューゼリーを用意する必要があるんだ。近隣の酒造業者に酒造りの材料を売ればブリューゼリーがたくさん手に入る。他にも一部外国のお客さんの中にはブリュー祭の期間中に飲み物を大量に仕入れようとする人がいる。そういった人たちは注文を手伝ってくれる代理人を探していてね、長期的な協力関係を築くためにもこの類のお客さんは気前がよく、酒造業者と価格の交渉をする余地もある。その差額が僕たちへの謝礼になるんだ。しかも同額のブリューゼリーと交換することもできる。つまりオイラたちの仕事は酒造業者にお酒作りの材料を提供することと、外国のお客さんのために値切りをすることだな。なら思ってたよりも簡単そうだぜ。お、本当か？それはよかった。実はすでに依頼が来ていてね、スメールのシェバマさんの注文でバケーションサイダー50箱だ。そのドリンクはゲオルグさんが店主をやってるエンジェルズシェアの屋台で買える。ゲオルグさんは優しいんだけど損をしたがらない。ゲオルグさんの気分を損ねないように価格交渉の時はよく考えてくれ。僕は引き続き屋台の準備をするよ。十分なブリューゼリーが用意できたらまたここに戻ってきてほしい。それと屋台に必要な材料は僕が用意するから気を使わなくても大丈夫だ。すでに仕入れ先へは連絡してある。資金の準備ができ次第材料を送ってもらえる予定だ。よし、手分けして行動開始だ。屋台の準備はお前が、資金調達はオイラたちに任せろ。ああ、二人とも助かるよ。シェボマさんの代理人でバケーションサイダーを50箱注文したいんだ。ああ、シェボマさんか。うちの常連客だな。注文の数はいつもと同じようだが、単刀直入に行こう。今年はいくら出すつもりだ？その値段、少しばかり厳しいが窮地の中ということで飲んでやろう。いつも通り直接シェバマさんの店に届くよう手配する。安心しな、この領収書は忘れず保管しておけ。よし、資金調達
を続けようぜ。なるべく早く十分な量のブリューゼリーを集めよう。方法は自由。十分な資金を集められればいいってベルンハルトが言ってたよな。外国のお客さんからの注文が入れば謝礼がもらえる。そうすれば酒造業者にあんなたくさんの材料は売らなくて済む。でも念のためひとまず他の酒造業者を調べてみようぜ。旅人、パイモン、ここにいたんだね。あ、バーバラ。うん、ハッピーブリーズブリュー。ブリュー祭はモンドで最も賑やかなお祭りの一つなんだ。この時期に会えるなんて嬉しいよ。ぜひブリュー祭を楽しんでいってね。そういえばゲオルグさんに聞いたんだけど、ブリューゼリーを集めてるんだよね。それでちょっと気になったんだけど、もしかして騎士団のチャリティーショップのお手伝いをしてるの？そうだぞ。オイラたちも騎士団の一員だからな。オープンに向けてあちこち走り回って資金調達をしてるんだ。営業を開始した後にどんなトラブルが起きてもきっとオイラたちなら乗り越えられるはずだぜ。さすが頼りになるね。あなたたちの助けがあればきっと今までにないくらい成功すると思うよ。以前騎士団が小規模のチャリティーイベントを開いた時に私もお手伝いに行ったことがあるの。とはいえその内容はお店の前で歌うことだったんだけどね。あ、そうだ、あの時吟遊詩人のウェンティにばったり会って一曲一緒に即興で歌ったんだ。彼の奏でるメロディーはとても古風で優雅でね。最初は雰囲気を壊すのを恐れてあえて小声で歌ってたんだけど、でも彼がハーモニーで私を導いてくれたの。そのおかげですぐに感覚をつかめたんだ。結果的にお客さんに喜んでもらえたし、商品もよく売れたからよかったよ。バーバラと吟遊野郎ってコラボしたことがあったんだな。それが残念だけど今回は時間の都合がつかないんだ。ブリュー祭期間中セピロス教会は景色が綺麗な場所で特別に合唱を披露することになってるの。私もリハーサルに参加する必要があって。どっちもやりがいのある仕事だし、お互い頑張ろうぜ。二人ともありがとう。ここで歌うことはできないけど、他のところで力になれるよう工夫してみるよ。あ、みんなにあなたたちのお店を紹介するのはどうかな。例えば大きなポスターを用意したり、チラシを配ったりとか。あ、キャッチコピーもちゃんと考えないと。それからサインも入れた方が誠意が伝わるよね。それともやっぱり一人一人に声をかけるべきかな。おお、バーバラが宣伝してくれたら店の知名度も一気に上がるな。これくらい気にしないで。それにそんな風に言われるとちょっと恥ずかしいよ。もう少し考えてみて、他の人にも宣伝のアドバイスを聞いてみるね。それじゃあ旅人にパイモン、またね。その騎士団と教会のみんなもきっとあなたたちのことを誇りに思ってるはずだよ。おう、一緒に頑張ろうな。これでさらにやる気が出てきたぜ。オイラたちももっと頑張らなきゃな。
違えたら結霜せよ。わめきなさい。やっそれはっ砕け散れ。早く Yeah.
ウィーモラが通用しませんの。わめきなさい。へい結晶せよ。ジャッジメント早くよっ。よっふっ、それ粉々よ。よっへい砕け散れ。それふっよっふっ剣票王を立つ。わめきなさい。へいよっはっ目には目を。ご安心を。わめきなさい。早く。へい。
注文書は3枚綴りで、その1枚は総務士。
とせ早くやっ。十分だよな。ベルンハルトのところに戻ろうぜ。
申し訳ありません。リオナちゃんは休暇中なんです。貴族たちのふ…私とセピロス剣術について学びたい？一人前になった君に復讐するのも悪くないわね。Thank you.
お困りですか？よっよっと、はっ、よいしょ。貴族たちの古いしきたりなんて聞き流してちょうだい。いつか私みたいに何百条ものしきたりを暗記させられても本気にしなくていいから。ダメね。もう終わったのか？なんという手腕だ。よし、僕の方も仕入れ先との商談が終わったところだ。
少し待っててくれ。どうだ、いい感じだろ。もし何か他にも案があったらいつでも店の装飾を変えてくれて構わないよ。おお、いい感じの立派なお店だな。よし、オイラが店の名前をつけてやるぞ。そうだな、セピロスザーザーショップにしよう。おい、オイラがつけた名前を無視するなよ。せめてうなずくぐらいしろって。資金調達は大変な仕事だし、きっと疲れてるだろ。細かな雑務は全部僕に任せてくれ。代わりに君たちはその幅広い知識を使って経営方針や営業方法、サービスの特徴や品質管理などを考えてほしい。こういった専門的な話は他の店主から聞いたんだが、実はよく理解できていなくってね。でも重要であることは確かだから、君たちに決めてほしいんだ。つまりオイラたちが店主としてお店の戦略を立てて、お前が店員として具体的な仕事を担当するってことか？そういうこと。僕は体を使うのが得意だからね。まさに道具として使ってくれ。おいおい、そこまでする必要はないぞ。オイラたち別に悪徳店長ってわけじゃないし。ベルンハルトは先に休んどけよ。オイラはこいつと経営戦略について話し合っとくから。よし、要点ははっきりしてるな。目標はフェア最高の料理店だ。さあ、ベストな状態で最初のお客さんを迎えるぞ。旅人とパイモン、まさかこんなところで会うとは思いませんでした。モナとフィッシュルじゃないか。お前たちもフェアに遊びに来てたんだな。命名のうちに覚えた予感により、メギストス卿を連れて凡俗の仮説を視察しに来た甲斐があったわ。このありふれた終日に条理より外れし木があるとは、実に素晴らしい。お嬢様は喜びの声を抑えておられますが、あなた方にお会いできてとてもご機嫌なようです。オズ、変に誇張しないでくれる？古本、やはり私から説明しましょう。先日、皇女殿下がいい夢を見られたそうで、近々何か幸運なことが起こるのではないかと、私のところへ占星術のアドバイスをもらいに来たんです。その際、武流祭が盛り上がっていることを耳にし、一緒に行かないかと誘ってくれました。もちろん喜んで承諾しましたよ。執筆の締め切りに間に合わせるために、祭りのセールでちょうどいろいろと仕入れる必要がありましたから。実は皇女殿下が教えてくれていなければ、私は武流祭が開催されたことすら気づかなかったでしょう。メギストス卿、今の話は補足する必要があるわ。あの夢は9日も前のものよ。その間メギストス卿から返事がずっと来なかった。だから、私が直々に、あなたの邸宅を訪問したの。待ってください。9日？あれからもう9日も経っていたのですか？早すぎません？でも、今回の執筆は、メギストス教にとって、極めて重要なもの。私も、大目に見てあげるわ。ですが、メギストス卿も注意された方がよろしいかと。郵便箱がびっしりと詰まっていたら、音信不通になっていると勘違いされる方も少なくありませんので。モナは学問の研究に没頭するあまり、時間も人に返事するのも、それからこんな盛大なお祭りがあることも忘れちゃってたんだな。とにかく時間がありません。早く必要なものを買いに行かないと。そういえば、
あなたが自分の店を開いているとは思いませんでした。しかも私が一番注目している料理店だなんて。実は人に頼まれてな。オイラたちのお店をよろしく頼むぜ。そうですね、おすすめのそのおつまみはありますか？もちろんいっぱいあるぞ。メニューには、あ、待てよ、おつまみ、まさか執筆がうまくいかないからってお酒でも飲み始めたのか？そういえばお嬢様がよく訪問されていたので、そのせいでかなり遅れが出ているのかもしれません。いえ、お酒も訪問もどちらも関係ありません。そう驚かないでください。以前皇女殿下の得意料理冷製肉盛り合わせをご馳走に、失礼、寄生シンフォニーでしたね。その味はこれまでに味わったことのないもので、一口噛むごとにちゃんとお肉の満足感があり、気づけば完食をしていました。まあお客さんに料理を楽しんでもらうのも料理人にとっては一つの評価だからな。冷製肉盛り合わせは本当に素晴らしいものです。エネルギーの補給ができ、長期保存も可能。一般的にはおつまみとして食べられるものなんですよね。価格を除けば他の全ての面において満足サラダに勝っています。しかし考えてみてください。ブリュー祭はお酒をテーマとしたもの、つまりおつまみを割引価格で買うことができるはずです。まさにこれは天が与えし贈り物、しっかりと手にしないといけません。歓喜の声を上げなさい、メギストス卿。あれは私が旅の合間に思いついた作品に過ぎない。極上の料理を堪能する機会はまだまだあるわ。まだ本領を発揮していないとお嬢様はおっしゃっています。ええ、分かっています。皇女殿下の腕前はあの時の料理をはるかに超えているものでした。ただ臣下の私が皇女殿下に料理を頼むなんて、いや、つまり家に来た客人に料理をお願いするなんてこと、せめてサラダ以外の品を用意できればお口に合うものを出せたかもしれません。え、モナはそんな風に思ってたの？こういう時は先を読んでいたとか対局を見据えていたとおっしゃった方がお嬢様にお似合いかと。その通りよ、メギストス卿。私が認めたものとしてあなたは星空の秘密を知り尽くしているはず。私を喜ばせる必要はないわ。別にいつもこんなに忙しくしているわけではないんです。それに時間の余裕があるときに他の分野を学ぶのは何も大変なことではありませんので。おう、オイラたちセピロスザーザーショップに任せろ。うちにはそのまま食べられるおつまみだけじゃなく、少し調理するだけで食べられるものもあるぞ。それぞれちょっとずつ買うのがおすすめだ。ちなみに少し調理するだけで食べられる方は失敗しにくいし、作るのもすぐ慣れるはずだ。難しい料理は忙しくない時にでも挑戦すればいいと思うぜ。もちろんモナの家に行って教えてやってもいいぞ。旅人は料理がうまいからな。ああ、それはいいアイデアですね。これなら多少値が張ろうとも構いません。メギストス卿、あなたの傑作を心待ちにしているわ。それからパイモン殿の助言を念頭に置き、合理的に予定を立てるのがよろしいかと。ええ、今に見ていてください。今度私の家に来た時、格段に美味しいものをご馳走しますので。セ
ピロスザーザーショップの初収益だ。
Thank you.
Yeah.